はい、どうも軍曹です。今回の動画はですね、オープニングにもありましたように、この美しくかっこいい春風に乗りまして、軍曹初の阿多多島へ向かう動画でございます。よろしくお願いします。はい、そして今おじいちゃんとお孫さんでしょうか、お顔がね、画面に飛び込んできましたが、なんかねこの日はね、何かのイベントがあったのか知らんけども、親子連れとか、ね、まあ、釣りのお客さんも多かったですし、かなり混んでましてね、このチャンネルご覧の皆さんは、軍曹が、ね、人混みは嫌い、まあ、たとえフェリーや船に、旅客船に高速船に乗る時であっても、なるべく空いている方がいいというのはね、ご存知かと思いますが、まあこればっかりはしょうがないし、阿多多島汽船さんとかね、阿多多島にとってはもちろんいろんな人がやってくる方が好ましいわけでございますので、軍曹のね理想通りにはことは運ばずとも、これは喜ばしいことではございますが、ちょっとね、もう両サイドとかめちゃくちゃね人に挟まれて、結構苦しかったでございます。まあそれはさておきですね、この大型港のあります大竹市、グースは阿多多島も初めてでございますが、大竹市に降り立つのもね初めてでございまして、大竹駅最近改築されたのかな、すごくねいい駅になってましたね。これはねすごく良かったというか、分かりやすかったですね。バス、こいこいバスっていうのがね、大竹駅からこの隣の同じく大竹駅の久場駅までのバスがあるんですけど、200円というね素晴らしい運賃で、どこぞのオレンジ色のバス会社に爪の赤でも煎じて飲まさせてやりたいぐらいの素晴らしい、運賃素晴らしい運賃というかね、まあ良かったですね本当。で今見えてきたスライムが潰れたような形のこの島、今消えていくんですけど、この島カブト島と言いまして、ね、なんと広島県と山口県の県境が設けられている島なんですね。瀬戸内海にいくつかそういう島あるんですけど、そのうちの一つでございます。
今見えてるコンビナートはねまだ大竹市かもしれないんですけど、そのちょっと向こうはねもうすでに山口県の岩国市になりまして、で今映ってる島々もね岩国の柱島とか橋島だったりしますね。宮島でおなじみの厳島ですね、帰り便でもよく撮ってますけど、この厳島の裏側をね見ることってそうそうないんで貴重です。はい、春風、まだまだね、2023年4月1日に就航したばかりの新造船です。尾道市は向島神原造船で作られたお船ですね。いやー、渋い、かっこいい、美しい。でこれね、横からね、今これ横から車が乗るような仕組みなんですね。これは本当に珍しいでございます。航路のお客さんもね、この軍曹が乗るこの便には乗らずということで悠々自適に船内を散策させていただきました。で階段上がった2階の部屋もね、これさらにね奥にももう一部屋あるみたいで、これはちょっと抜かりましたね。
やー、よかったですね、春風の船旅。願わくばね、この春風の前に就航してた鈴風というね、これまた素敵な名前のフェリーもあったんですが、これに乗りそびれてるのが軍曹は心残りですね。今予備船であるのかなと、温島におるんかなと思ったらおらんかったんでね、どうなったんでしょう。もしね、予備船とかになっとんであれば、温島汽船さんのインスタとかね、 LINE 登録してるので、ぜひそちらの方でね、ドックに、春風がドックに入るので鈴風が運航しますよなんていう素敵なニュースがあれば最高なんですが、